にちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2024年の9月5日木曜日午後6時を回ったところでございます。先週末8頭が出走しました。土曜日はまず新潟の4レース障害3歳以上オープンにハーツシンフォニーが出走して7着でした。道中のペースに緩急があって戸惑いがあったのか進み具合がもう一つだったなという印象です。レース後は放牧に出まして秋の新潟戦を目標に復帰する予定です。中京7レースの3歳未勝利芝 1600m にはベルファストが出走して4着でした。スタート直後に先頭に立ったんですけれども周りが速くて一旦控えて直線もう一度足を伸ばしてきたんですけれども勝ちきるには至りませんでした。中京はかなり雨が降りましてこの馬のレースの頃は特に土砂降りだったんですけれども、ひどい馬場の中よく頑張ってくれたと思います。ただ勝ち上がることはできませんでしたので、この後について協議しまして園田の新しい正式厩舎に移籍して中央への復帰を目指すことになりました。なんとか勝利を重ねてまた中央に復帰してほしいなと願っております。中京11レースの流しのステークスには2頭が出走しましてベールアンレーブが5着アバンチュリーが8着でした。ベールアンレーブはじわじわと足を伸ばしてきて準オープンで初めて掲示板に乗ってくれました。レース中に右目を外傷してしまいまして現在経過を見ている段階ですけれども回復具合を見て続戦か放牧するかを決める予定です。アバンチュリーは後方から末脚にかけたんですけれどもこの日のひどい道割る馬場では差し込むのは厳しかったかなという印象です。レース後は短期放牧に出まして10月14日の東京10レース白州ステークス芝 1400m を目標にすることになりました。レースの形は決まってきておりますので次は末脚が引ける展開になってくれればと思います。日曜日はまず札幌2レースの2歳未勝利芝 2000m にカミノレーレが出走して7着でした。外を回って追い上げていく新馬戦と同じ形だったんですけれども直線で伸びを変えてしまいましてレース後には両前に添えも出ましてその影響もあったのかなという印象です。札幌競馬場から厩舎に戻して様子を見てから今後の予定を決めることになっております。中京4レースの3歳未勝利ダート 1400m にはリーゼダムールが出走して6着でした。序盤の行き足がもう一つで直線で差を詰めてきたんですけれども勝ち負けに加わることはできませんでした。今後についてはクラブで協議しまして規約に基づいてノーザンファームに馬をお返しすることになりました。小さい体でよく頑張ってくれたと思います。本当にお疲れ様でした。札幌5レースの3歳未勝利ダート 1700m にはアンドジェルが出走して8着でした。砂をかぶる厳しい枠になってしまいましたしスタートも一息で流れにもうまく乗れずに終わってしまったかなという印象です。残念ながら勝ち上がることができませんでダートの走りももう一つというところもありましたので今後は中央に残って芝の一勝クラスに格上挑戦していこうということになりました。未勝利戦はあと一歩で勝ち上がれるところまで来ていましたし一勝クラスでも力は足りるんではないかと思っておりますので何とか頑張ってほしいなと思っております。連投した後ですし足元に不安のある馬でもありますのでまずはしっかりケアをして立て直してから次の目標を定めたいと思っております。新潟5レースの2歳新馬戦芝 1800m にはエンジェルマークが出走して見事に勝利を飾ってくれました。直線逃げた一番人気馬との戦いになりまして一旦前に出たんですけれどもまた差し返せるようなところがあってヒヤヒヤしたんですけれどもきちりと勝ち切ってくれました。レース後は宮田先生も川田騎手も大変喜んでくれましてお二人と握手したんですけれども特に川田騎手の握手はこうガチッと固定されるような感じで喜んでくれているんだなと感じましたしジョッキーの拳の強さというのも感じました。今後についてはまだ体質が弱い現状もありますので一旦放牧でリフレッシュしまして様子を見ながら進めていくことになる予定です。じっくりと大きく育てていくことができればと考えております。さて所属馬の状況ですけれども来週は3日間開催なんですけれどもその中日の9月15日日曜日の中山11レースラジオ日本賞に出走予定しておりますミスティックローがリトルノットチップコースで追い切りを行いました。6アロン80秒に姉妹が14秒6ということで前半かなり時計が速くなって最後を流す形になったということですけどもしっかりスコアをかけることができましたし心臓の音もいいということです。ちょっとテンションが高いようで気象面が心配ですけれども体調自体は良さそうですのでなんとか来週の調教レースとスムーズにクリアして力を発揮してくれればと考えております。来週日曜は中山12レースの3歳以上1勝クラス芝 1200m にもエールトゥヘブンが出走予定しておりまして今週はミホノットチップコースで5アロン68秒1姉妹11秒9のタイムをマークしました。場外だったり新潟のレースが中心になったりと出走が伸びているんですけれども体調はキープできているようで元気いっぱいの動きでした。来週こそはなんとか出走して力を発揮してくれればと考えております。来週はセットリストも出走予定しておりまして9月16日の中京6レース3歳以上1勝クラスダート 1400m に向かう予定です。芝を使うプランもあったんですけれども少し足元がもやっとしているということで今回はダートを使おうということで調整しておりまして今週は半路で15条の調整でしたけれども体調自体は問題ないということで
です。このまま進めていければと思っております。再来週は9月21日の中山ジグレス九十九里特別にレイデラルースが出走を予定しておりまして、今週火曜日にミホトレ戦に帰京しました。早速木曜日にウッドチップコースで追い切りを行いまして、ゴアロン69秒5姉妹11秒8のタイムを出しました。相変わらず3走でしたけれども、いつも以上に身のこなしや姉妹の伸びが良かったように感じますし、非常に状態はいいんではないかと感じております。このまま順調に調整していければと思っております。先週帰京したジーククローネはミホノットチップコースで追い切りを行いました。フォアロン69秒1、姉妹が12秒0というタイムで、最後までフットワークも力強く、なかなかの動きだったんではないかと思います。9月29日の中山7レース、3歳以上1勝クラス芝 2200m に向かう予定です。9月に入って2歳馬の動きも活発になってきましたのでお伝えしていきます。まずマリボーレンジが9月4日水曜日にゲート試験に合格しました。ゲートも速くてフットワークも軽いということで、なかなか楽しみだなと思っておりますけれども、タイプとしてはスピードのあるダート馬ということで、この後一旦放牧に出してから東京ダート 1600m や京都ダート 1800m でデビューさせたいということです。福永調教師自ら乗って感触を確かめてくれているようですので、いいレース選択をしてくれるのではないかと楽しみにしております。先週入球したラブ&ホープもゲート練習を行っておりまして、まだ体力はないということですけれども、トレセンで刺激を加えて良くなってくれればというところです。まずはゲート試験合格の一報を待ちたいと思います。入球予定が立ったまま増えてきておりまして、まずヘブンリーゴールが今週土曜日9月7日にミホトレ戦に入ることになりました。北海道の BTC で調整を続けてきたんですけれども、順調に乗り込めておりますし、この血統はあまり暑さに強くないんですけれども、今週もだいぶ涼しくなってきましたので、そろそろ頃合いかなということになりました。まずは順調に北海道からの輸送をクリアしてほしいなと思っております。リガーレも早ければ今週末、遅くとも来週に一等トレ戦に入る予定になりました。体にボリュームが出て動きも良くなっているということで、しっかりと成長してきているかなと感じます。日本ほど追い切りを紹介してからデビュー予定を立てたいということです。ジルナールでも9月に帰京して10月にデビューするイメージということです。だいぶ前向きさが出て息っぷりが良くなってきているということですので、楽しみにしたいと思います。入球した追い切りを行っている組では、オブシディアナがミホノットチップコースで、今週はゴハロン66秒6、ジマ12秒5のタイムをマークしました。先週よりもタイムを詰めまして、しっかりと合わせ馬を消化しまして、まだ少し用心しながら走っているようなところがあるということですけれども、順調にペースを上げられているんではないかと感じております。レースは9月28日の中山5レース、牝馬限定の2歳新馬芝 1600m を目指すことになりまして、来週を切って正式に予定を決められるのではないかと考えております。このまま順調に進めていければと考えております。アストラもミホノットチップコースで追い切りまして、ゴアロン68秒0、おしまい12秒4のタイムをマークしました。こちらは合わせまで遅れてしまいまして、まだ動きに余裕がない感じですけれども、どう走ればいいか理解していないところもあるということですので、経験を積んで良くなってきてくれればと思います。デビュー予定は暫定として9月21日の中山さんです。あと 1800m の新馬戦が上がっておりますけれども、これからの量化次第ということですので、動きによって変わってきそうです。ということが今週末の出走ですけれども、日曜日の中山で2頭になりました。まず7レースの3歳以上1勝クラス芝 1600m にドリームクルーズが出走します。今週はミホノットチップコースでゴアロン65秒に姉妹12秒3の上場のタイムを出しまして、合わせまで先着を果たしました。先週の新潟芝 1600m を予定していたんですけれども、台風等の影響を考慮して一周ずらしたんですけれども、その影響は全くなさそうですし、むしろ仕上がりが進んだかなと感じるくらいですので、休み明けですけれどもいい状態で出走できるんではないかと感じております。昇級戦で簡単ではないと思いますけれども、うまく先行力を生かせればいい勝負になるんではないかと期待しております。中山11レースの京成杯オータムハンデキャップにはタイムトゥヘイブンが出走します。今週の追い切りはミホノットチップコースでゴハロン68秒5、姉妹11秒4のタイムをマークしまして、合わせまで先着を果たしました。前走の関谷記念のレース後の息遣いが少し荒かったということと、少し馬が調教で手を抜くことを覚えていると柴田義人道の感触を受けて、ジョッキー自らしっかり追ってくれたんですけれども、前走にもいい状態と手応えを感じていたようですので、前進が期待できるんではないかと思っております。開幕週の馬場は差し追い込み場にはなかなか厳しいですけれども、中山のマイレさんには実績ありますし、うまく展開がはまるようなら差し込んできてもいいんではないかと考えております。夏競馬が終わって今週から秋の開催が始まります。開幕週は日曜の中山で戸田厩舎が2頭出走します。今週末もどうぞよろしくお願いいたします。